実は福島のその震災の来たところで、早めに心だけのそのプロジェクトというのかな立ったんですけれども、皆様に、頑張ってくださいませという意味で韓国のその伝統料理を心だけのものなんですけれど、こう余裕ができて、最初実はちょっともうちょっと早めにちょっと巻いてちょっとこう用意したかったんですけれども、その時には交通 その移動の問題とかいろいろあってむしろ、おざまになる可能性があったので、ようやく本日実現できて心から、とても、嬉しいし、なんというのかな、生きがいの、それから韓国が日本に恩返しの中で、一つとして、とても、胸が今いっぱいでございます。最初の計画は韓国で全部用意して、みんな避難様 その激励とか頑張ってくださいませという意味で用意する予定だったんですけど、やるんだったら、その現場の、現地 その食材 100% 以上ちょっと使って地域 その経済の活性化のためにも少しだけちょっと力になれば、幸せな気持ちだったので、食材は全部その東北エリアの食材を使って韓国の伝統料理をアレンジしてしたものでございますが、韓国の伝統料理のビビンバがメインで、キムチとチヂミ、それからチャプチェ、皆様ご存知からちょっと心配なんですけど、チャプチェというのは、ですね、肉と春雨を野菜とほうれん草とかたっぷり野菜と春雨のビビン麺混ぜた麺 と、と同じちょっと似ているものだと存じております。それがメインでテイクアウト約150名様分と現場で約300人のその方たちが足をちょっと運ばれまして、ものすごく感謝の気持ちがいっぱいだったんです。その珍しくとても寒かったんですよ、その、お天気が。その中で、みんな様の子供さんたちをちょっと連れて、ですね、全部含めて500人前 その食人、食人が接待ができてとても幸せの気持ちだったんですよ。その中でみんな様、おいしいおいしいとか、はい、ありがとうございますとか、その結構寒くて、それに室内でも、なく室外で、結構寒かったんですけど、皆様喜んでくださって、本当にその挨拶のその一言だけでもものすごく胸がいっぱいになったんです。はい、誠に感謝申し上げます。ありがとうございました。私の欲しがっていること、夢というぐらいかな、結局日韓、少なくとも民間だけでも一応今いろいろちょっと騒ぎがあると存じておりますが、でも民間だけでもちょっと、仲良しでこれからもですね、お互
互いのその発展のためにまあ、高校よく、まあ、よろしくお願いいたします。李春軍料理長さん、李さんとはですね、まあ、数年前になりますが、ロッテホテルさん、ロッテホテルソウルの方で、まあ、宮城県の食材のフェアをやっていただけるというお話をいただいたときに、じゃあ、まあ、宮城県こういう美味しいものがありますよというのを、実際に来ていただいて、産地を見ていただいて食べていただいてというのを、まあ、体験していただこうという最初にですねやった、まあ、行事があったんですが、その時に、まあ来られたロッテホテルの中あの関係者の中に、イさんもいらっしゃったということで、まあ、車でですね、まあ、沿岸部ずっとですね、南三陸気仙沼の方まで、一緒に行きまして、まあ、メトロポリタンの杉良長さんも一緒だったんですけれども、まあ、アワビとか、いろいろ産地を回ってですね、実際に食べていただいて、まあ、宮城県ってこんなにいいところなんだっていうのを体感していただいて、その時に私も本当個人的にも李さんとはかなり親しくさせていただいてて、その後も付き合いがつながって続いてるんですけども、本当に韓国の方、まあ、皆さんそうなんですけどもいい方が多くてですね、まあ、県の方のそのイベントの方もうまくいったということが、ございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。